はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージです。では今回は信長の野望天下創生パワープギットの続きをプレイしていきたいと思います。前回までにですね、美濃岐阜城を奪取したので、今回はその続きになるんですが、まずはですね、対今川というところを睨みつつ、やっぱり機内制圧をしていきたいので、機内制圧ための地盤固めということで回りくどい言い方をしましたが、今回の攻略目標はズバリ長野、さらにはできれば北畑、この辺りまで一気に攻略を進めていきたいというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。まず開発のところですね。今信長は岐阜城に入っているという状態なので、岐阜城の開発をね、しっかりやっていきましょう。お金がただあんまりないか。お金が2000しかないっていうのと、兵糧もあんまり多くはないというところもあるので、少し考えものですね。で、新城がいるので、新城、能力値は未知数ですが、一旦登用しておきましょう。で、これは森綱を派遣。でこの後の戦闘を考えた時は、やっぱり宿場町でも建てて、そこで得られる兵力を生かしていきましょうか。で行動回数があと2回とだいぶ制限されてしまってるんですけど、治安隊長、ああそうか、治安隊長いないんだな。さっさん成政治安隊長、あとは内容かな、信長自ら内容を仕掛けておきましょう。いきなり下人はしょうがないですね。ではこれで時間を進めていきます。これは義明のイベントが始まってます。このまま見ていきましょう。さてどうする。ここは義明を一旦迎えて上洛戦を行うか、それとも自由気ままに天下統一を目指すか。まあ天下創生久しぶりなんで、ここは史実に近いプレーをしていくのも一興ということで、義明を報じて上洛をしていきます。
さてでは上洛戦を、まあ、宣言通りやっていきましょうというところなんですが、まあ、ご存知の通りね、信長と義明は最終的に仲違いをして義明は追放されるという運命をたどるんですが、まあ、それはさておきですね、今回はまずは配属で人事異動を行っておきましょう。まずは信長のもとにですね、部隊武将を集めておきたいんですが、観音寺に誰も入っていない、それは良くないな。信長自ら観音寺に入っていきたいくらいなので、信長を観音寺、あとはですね数正、優秀武将は連れていきたいので、秀吉でしょ、あとは正勝も強いからね、正勝の鉄壁本当に強いですからね、あと半兵衛、この辺りは絶対連れていきましょう。あと義明も一応連れていく、まあ、いてもいなくてもというところはありますが、あとは大好きな前田慶次、この辺りを連れていって、誰にこの岐阜を任せるかなんですが、まあ安藤盛綱とか美濃三人衆は置いていくとして、一応あと2人3人ほど安土へと移動させちゃいましょう。で信長自体は岐阜に移りますというところで、安土ですね、移動してきたときは行動回数はゼロになっちゃうんだな。じゃあこれで一旦時間を進めましょうか。お金はあるので、あとは兵力だな。いや、北条も力をつけてきてますね。北条、武田、上杉、まあ、この辺りは三つどもえで戦ってくれる分には大歓迎ですね、大歓迎。お金がやっぱりないっていうのがちょっとつらいな。どうする、筒井順慶には一旦使者を送って秀吉を送りましょう。同盟でも結んでおきますか。一旦家宝を要求するか、まあ、これは拒否だな。それならば滅ぼすのみというところですね。友則、北畠友則がここで北畠を継ぎましたね。では早速軍事行動へと移っていきます。どうするかというと、いきなり御所を攻略する、それだったら副知城をまず攻略してからのがいいかな。もちろん信長、ただ信長出すともう終わり。ちょっと待ってね、もしかして兵力ものすごく少ないんじゃないの。安土兵士800しかいないもんね。800じゃちょっと話にならないな。急いで兵を増やす必要がありますね。まあ兵を増やすんだったらやっぱりお金が最初に必要になるので、まあ一旦時間を進めちゃいましょう。いや待て待て、そうじゃないよな。
やらなきゃいけないことって、兵士を輸送させる方がいいんじゃないか？勝家のところから、金もさることながら兵糧も取るし、軍馬も取るし、いや、軍馬はないか。兵士は輸送できないんだっけ？兵士欲しいな。確かでも移動してきた直後って兵数が少ないはずなんで、一旦我慢して待つしかないのかな。今819人なんで次のターンまで様子を見ましょうか。ただお金は増えたので開発行為ですね、ガリガリやっていきましょう。本当に受け待ちをこれでもかと作っていっちゃいましょう。まあただひたすらに兵数が欲しい。定数が1062か。増え方が鈍すぎるな。かといって信長を岐阜に戻す意味もあまりないしね。そうなるとちょっとでも邪魔くさい姉小路でも攻略させとく？光秀。あとは、まあ、上から順に軍を出していきますか。待って、観音寺から兵出したくないよな。やっぱり。で、光秀に総大将を務めさせればいいだろう。お、攻略できなかったか。この辺りはもうちょっとしっかり頑張ってほしいところだけど、しょうがないね。田中義政がいるな。もう一人いたね、溝口秀勝。庭の家臣か。本能寺の変故は秀吉に属したというところですね。で、関ヶ原合戦は家康側、つまり東軍について所領安堵というところですね。ここは信長自ら行けば成功するでしょう。
あとはお金が1000あるんで、この1000を使って、投資をしておきましょう。いや、投資の前に開発だよね。開発ができなくなってから投資だよね。となるとお金が欲しいんで、商人町を建てていきましょうか。総合は欲しいよな。戦闘力高いですからね。あと荒木村重、まあ荒木村重先かな。荒木村重は寝返らないか。まあしょうがないかな。ここはお、北畠が筒井を攻略したか。これ一刻も早くやっぱり兵を出していきたいな。で、あ、藤高も欲しいよね。まずは攻略戦とかをしていきたいので、さっきと同じようにまず軍事では姉小路家ですね、ここの攻略に兵を出しましょう。で、信長を出すのはもったいないというか出せないんで、信長の代わりに信長はこの後ね、機内へと突入してもらいたいので、まあ姉小路はあっさり、まあ2回かかりましたけど、まああっさりと言っていいですかね。で、問題は信長が攻め込む機内方面なんですが、ここなんだよね。村重はダメだったけど、そごうはどう？そごう、いや、一門衆が寝返るかって話だよな。やっぱ荒木村重なんだよ。ここに信長自ら行ってどうだ。だはー、まあ、しょうがないよな。兵力がやっぱりいまいち回復してこないよな。ここをどう考えるかですね。今攻略戦を始めても、おそらく攻略できないんじゃないかなと思うんですよね。人当たりかけてみますか。それとも、まあ、攻略するんだったらどこかな。あの大津城には、そうか、秀長いるんだな。秀長欲しいよね。だったらもう一度計略かけよう。秀吉を派遣して総合、いやー、ここは明智秀光だな。まあ一人でも二人でも武将は少ない方がいいからね。効果はちょっと得られなかったけれどもだ。そうすると岐阜城に一旦優秀武将の何人かを配属で移動させましょう。例えばなんですが、岐阜に派遣する武将として戦闘に参加してもらいたいので、統率の高い数正、あとは五六に前田刑事、この3人を派遣しちゃおう。で、この3人を出陣させれば問題ないですね。
で、せっかく行動回数余ってるんで、ここはやれることをやろうということで、あの通常の破壊工作を行います。はい、ではちょっと今回内政しかあまりできていないんですが、一旦ここで終わりにしてですね、次回あの頭上の攻略戦、これを始めていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。